こんにちは、キックオフ J リーグです。今回は清水エスパルス来季戦力補強考察をやっていきたいと思います。今シーズン最終節まで残留争いに巻き込まれたものの、順位フィニッシュでシーズンを終えた清水エスパルス、今年苦しんだ経験を無駄にしないためにも来シーズンは非常に大事なシーズンになると思います。今回は来季に向けての戦力補強や現戦力の残留について考察してみました。続いて入団が内定している新卒選手です。まずはじめにフォワード加藤選手、身長180センチ、体重84キロの大型フォワードで、各年代の日本代表にも選出されていて、即戦力として期待されています。続いてフォワード千葉選手、身長178センチ、体重73キロ、この世代のナンバーワンフォワードといっても間違いないくらいの逸材で、得点感覚やテクニックも抜群です。今季のプレミアリーグでもダントツの得点王を獲得しています。続いてミッドフィルダー川谷選手、身長178センチ、体重69キロ、即戦力になるのは難しいと思いますが、スピードが持ち味の選手で50メートル5秒台の俊足です。年末には選手権に出場するので期待したいと思います。続いてディフェンダー菊池選手、身長180センチ、体重73キロ、各年代で日本代表に選出されている選手で、清水で育ってきた選手です。すでに今シーズンは天皇杯で公式デビューをしていて、即戦力になるのは難しいが、体を作りながら経験を積めば将来は清水の中心的ディフェンダーになれる選手です。続いてディフェンダー山原選手、身長164センチ、体重65キロ、すでに公式戦に数試合出場していて、初出場から安定したプレーを見せるなど、即戦力間違いない選手です。本職はサイドバックですが、今シーズンは一つ前のポジションで使われることが多く、積極的にシュートを打つなど複数のポジションをこなせることも証明してくれています。続いて退団移籍がありそうな選手です。ディフェンダー FC の選手、実力は間違いないですが、肉離れの怪我が多く欠場が続いています。年俸も高額で、稼働率を考えると契約更新の可能性はかなり低いと思われます。ディフェンダー田須田選手、ユース出身で五輪候補にもなっていただけに、サポーターからは期待されていましたが、今シーズンは特に伸び悩んでいるので出場が激減してしまいました。来季もスタメンを取るのは難しそうなので、レンタル移籍で清水以外のチームを軽減させる可能性も高そうです。続いてミッドフィルダー河合選手、同ポジションの選手が多いため、来季も試合に絡むのは難しそうです。能力は高い選手なので、獲得に動くチームはありそうです。 J2 チームに移籍する可能性が高いと思われます。個人的にはベガルタ仙台の移籍があるのではないかと考えています。続いてディフェンダー鈴木選手です。ガンバ大阪の新監督に片野坂さんの就任が濃厚で、突
鳥栖のエドワルドの獲得に動いていましたが、獲得できなかったため、大分時代高く評価していた鈴木を引き抜きに来る可能性もあると思います。続いて獲得出戻りしそうな選手です。ミッドフィルダー高橋選手、北九州で結果を出し続けているので清水に戻る可能性はかなり高いと思います。もう1年レンタルの可能性もありますが、 J3 でプレーすることはないと思いますので、別チームにレンタルする場合もあると思います。続いてディフェンダー松原選手、 J リーグへの復帰が噂されていて、エスパルスとレッツがリストアップしていると報道されています。レッツは別のサイドバックの選手も狙っているそうなので、清水への復帰の可能性はかなり高いと思います。続いてミッドフィルダー石毛選手、今シーズンの途中から岡山にレンタル移籍しましたが、15試合で6ゴールを決めるなど大活躍し、怪我がなければ活躍できることを証明できたと思います。同ポジションの選手が多いですが、誰かが移籍した場合復帰する可能性はありそうです。続いて獲得したらマッチしそうな選手、ディフェンダーマイクマ選手、運動量の豊富な選手で J1 でも確実に活躍できる選手です。サイドバックの枚数が少し足りないので、松原選手が復帰しなかった場合獲得したら面白いと思います。続いてフォワード柿田選手、今シーズンも徳島のストライカーとして活躍した選手で8得点を挙げています。昨年もオファーを出していて、得点を取れる選手が少ない清水にとって獲得したい選手だと思います。続いてミッドフィルダー下田選手、大分の不動の中盤選手でフロンターレでもプレーしていたので、足元の技術も高い選手です。今シーズンもリーグ8位の6アシストしており、決定機を増やしたい清水にはぴったりの選手だと思います。続いて今後の注目ポイントです。まずはじめに来シーズンの監督決定、シーズン途中で平岡監督に代わり残留という結果を出したので続投する可能性が高いですが、もし違う監督を招聘する場合でも早い決断をし、監督の必要とする選手を補強する必要があると思われます。続いて権田選手の残留です。今季のゴールを守り続けてきた選手ですが、レンタルから買い取るには3億以上かかると言われていて、獲得に動く場合かなりの強化費をそこで使うことになります。梅田選手を岡山から復帰させ、権田選手を手放すか、権田選手を獲得し補強の人数を減らすのか、クラブは判断しなければいけないと思います。ご視聴ありがとうございました。年末から年始にかけて多くの移籍情報や契約更新が発表されていくと思うので、注目していきたいと思います。今後も J リーグのいろいろな情報を出していきたいと思いますので、チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。